改めまして、こんばんは、勇者でございます。本日はありがとうございます。画面ドン、はい、来ました。さあ、まあ、説明しましょうか。ミスリルの数がすごいことになってますが、まあそれは置いといて、はい、ちょっとね、一部ツイッターとかの方にはですね、画像をアップしたんですけど、ほらほら、マスクリしております。皆さんに黙ってマスクリしました。ちなみにでもそんなにかかってないですね。回数で言うと8000ぐらいかな。8000ぐらいして行きましたね。で、一応、まあ、やっぱりね、運の要素も、正直、かなりあるんですよね。で、8000中、クマちゃんにやられてるのが3000ぐらいあって、あと、もう残り1ミリとか、残り2ミリぐらいまで削ってるのが、3回ぐらいあって、もういけるんじゃないかな、いけるんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、いけました。はい。いけました。で、戦略的に、一応これ2回目クリアした時のパーティーなんですよ。で、こっちでもいけたし、どっちでもって感じなんですけどね。まあ、一応説明させてもらいましょうか。前回から変えた点ですね。変えた点は、まず、勇者、まあ、弟子ですね。弟子がヘイストを持ってます。弟子がまずヘイストを持っている。そして、セラピーケアルという謎のケアルを持っていること。1ヶ月も経たない、そうですね。ちょうど1ヶ月。あ、1ヶ月まだ経ってないな。1ヶ月まだ経ってないですね。このアカウント。で、今日プラスまで来ましたよ。まあもちろん濃紺、マスクリです。で、こいつ変えたのと、あとブライガーを、ギャロがブライガー持ってるんですけど、ブライガーを1個解体して、で、ブライガー8に、ギャロの方を8にしてます。で、あとは、バイオ剣をフルで作って、で、バイオラ剣を8にして、これをバルさんに持たせてます。はい。ほんで、ほんま言うとですよ。卵がもうちょっとあれば、正直、ガーネットとレナを入れ替えたいんですね。レナにしたいんですよ。レナの全体リジェネが欲しかったんですけど、まあ、それは叶わぬ願いと。というのが、もう卵がないので、卵が揃ってませんので、まあ無理だと。で、それはもうちょっと諦めて、まあ、とりあえずこれで行こうっていうことになりました。ね。はい。あ、こんばんは。で、じゃあ何回か行ってみますね。まあ、一発でクリアできるとは全然思ってないんで、僕も大体、そうですね。まあ、ほんま7、8回。8分の1ぐらいの確率ですね、大体。で、フレンドは、鉄壁かストンラです。で、一つね、ちょっと試してみたいことがあんねんけど、バッシュって言いますやん。バッシュの盾。あっちの方がいいんじゃないかっていう説もあんねんけど、ちょっと重複とかの話になって、あれだけ分かんなかったんですけど、バッシュの盾の防御力がアップして、攻撃力がアップしますっていうのと、力を盗むが、もし重複するなら最高なんですけど、あれってどうなんですかね？ちょっと画面が切れてる？あ、ちょっとお待ちください。おっと、切れてますか？切れてる？ん？切れてる？上？下？こんなもん？
そんなもんかな。そんなもんかな。あ、やっぱり重複するんですね。だとね、あれの方がいいんですよ、正直。あっちの方が欲しいのは欲しいですね。あれだったら余裕じゃないかなと思います。で、あれやと、あれ一応ね、うちのおかんにはセットしたんですけど、おかんが全然出てこないんで、もう、諦めました。まあ、戦略としては単純ですよ。本当に単純です。まずはクマちゃんを何とかして鉄壁1個で仕留めてしまうっていうことですね。まずは、バッシュにお願いします。変えてほしいです。まずは鉄壁1枚で何とかクマちゃん2体を撃破することから始まりますね。だからこの辺で、この引き裂くがどれぐらいの頻度で来るかで、大きく結果が変わってしまいますね。そうです。おかんで、フェスの時に引いた時に出たあれに、殺気してきたんですけど、あとはまあ、バッツのね、当然バッツの、レコマテがどれぐらい発動するかですね。ちなみに、クリアした時、一回も発動しなかったんですよ。実はクリアした時は一度も発動せず、奇跡のゼロですね。逆にそれでよういけたなって感じだったんですけど。まあ、こんな感じ。序盤はまず、とりあえずゲージを貯めます。で、なるべく、もうストンラが切れた時点でクマちゃんが2匹とか残ってたらもう終わりなんで、なるべく急いでこいつらを倒す。ただ、バイオラ剣をあんまりここで使いたくないんですよね。そういうちょっと考慮もしないとダメで、なるべく残しておきたいので、まあいいか。もうこいつはガンガンハイアーマー撃っちゃいます。あとの役目はもうブライガを撃つことしかないので。ありがとうございます。バッシュにしてくれたら嬉しいです。工程も一緒かな。工程も一緒なんですかね。防御力と攻撃力が上がるってやつですよね。あれ、すごいありがたいですね。もっと楽になると思うんですよね。そうなると。今回めっちゃラッキーですわ。今回すげえラッキーですね。行動パターン。全然苦しくないもん。優しいわ。めっちゃ優しい、今回。はい、バッシュの盾ですね。盾ですね。いや、いいぞ。これはいいぞ、めっちゃ。やった、もうみんなフレンド最高ですね。いや、皆さん、もっと早くお願いしたらよかったわ。
いやー、やっぱ私のフレンドは皆さん最高ですな。迅速な行動、迅速な行動ありがとうございます。イエス。変えてもらってなんですけど、ここで俺行っちゃいますよ。いいんですね、行っちゃっても。もう行ってもええねんな。いいんですね、いいんですね、行っちゃってもいいんですね。来た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 、よし、いいね。久々に見たな、あれ。いいね、いいね、いいぞ。これもめちゃくちゃいいパターンですね。ちょっと良すぎる。これは良すぎて怖い。逆に、逆に良すぎるパターンですよ、これ。我慢、我慢。ここは我慢の子です。ここでもいかに我慢できるか。で、あとギャロの変質を切らしたらダメっていうね。ギャロの変質を切らさないように。危ない。あと、まあまあ、どれぐらいミスってくれるかですよね、もちろん。目が見えてない状態でどれぐらいミスってくれるかっていうのもポイントです。もう一丁行ってくださいよ。まあ、入らない。あ、間違った。間違った。バースト取るの忘れました。クククククク、間違えた。まあいいけど、ダメージ多分あんま変わらないんで。もう一回ぐらいブライが入ってくれたら最高なんですけどね。入ってくれないかな。入ってくれないかな。この辺苦しいぞ、苦しいぞ。よし、いった。キャンドルヒール、よし、ここでストーンラー入れます。うー、緊張してきたな、緊張してきた。修羅場が来るぜ、修羅場が来ますんで。ストーンラ入ります。よし、もうあとはブライガ連打、もうあとはブライガ連打です。やつはこわい、こわい、こわい、こわい。ラッキー。今のうちやっとくかな、今のうちやっとこうかな、今のうちヘイストやっときますわ。プロテガもやっこ、ここしかもうチャンスないんで、あとはもう回復しないと。今のうちにやっときます、これ。あともうどんだけブライガが入ってくれるかですね。あとはそうですね、あと2回も入ってくれりゃ最高っていう感じかな。いけ、
入った。ミス。バイオ剣。あー、盗んでないとまずいね。最速のシュトラール。キャンドルヒール。あと半分、あと半分です。さあ、ストンラのキレ、ストンラの効果が徐々に徐々に消えていっておりますよ。入れ、よし。ミス、ミス、ミス。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。オッケー、入った。ミス、ミス、ミス。プロテガの張り直しに成功。もうあとは回復のみでいきます。ラストのブライガ、ラストブライガです。入って、めっちゃ入るわ。今日めっちゃ入る。なんだこれ。入るよ、これ。一回どうせ死の宣告も来るんで。優しいな、優しいな。めっちゃ優しい、こいつ。さあ、さあ、本番。本当はね、本当はまあストンラの最中なんで、ブライガが入るって分かってりゃ、それはストンラ張らないんですけど、入らなかったら終わりなんで、まあもうこのブライガー保険です。あくまでもストンラが効いてる最中になんとかするっていうことなので。さあ、本番来たな。怖いぞこれ。もうめっちゃ怒りおるからね、こいつ。ぶち切れやからほんま。すべての火力を放出しろ。まずい。あとはもう勝負ですね。あとはもう勝負です。おら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 。ギャロが、ギャロめっちゃ頑張ったでしょ、ギャロ。ギャロめっちゃ働いたでしょ。すごいよね、ギャロの働き。ギャロー、頑張れー。ヘイストかけたったぞ。よし。こいつでもね、一応そこそこ入るから、ほら、これでもう4点近く入ってくれてるんで、もうこれだけでも嬉しいんでね。無限頭部。はい、大丈夫。よし。もう一回行ったらな。行かないですね。行かないですね。無限頭部、バッツやめてね。バッツやめて。バッツを回復します。盗みます。キャンドルヒールの方が良かったかな。あー、ドキドキする。よいよい。6000入って、盗む。ちなみにクリアしたとき、1回目クリアしたとき画像を撮ったんですけど、それは21でしたね。このカウントが21でクリアしましたね、確か。強烈封殺、落ちる、落ちて、これあとは運の問題がいったか、いったかな。これまず、これこれまず、まずこっちで倒しきれてはいないと思うんで、
バツ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 、間に合え間に合え間に合ってくれ、よし行ったでしょ行ったでしょ、オーバーキルオーバーキルオーバーキルでしょ、ほらイエス、どうですかどうですか、めっちゃ頑張ったでしょめっちゃ頑張ったでしょ、ほらよしよし、専用装備、こんなクソみたいな専用装備でよしありがとうございます、ねね、やったでしょ、いやもうこれは褒めてほしいです、本当に簡単な強プラスだと思いますけど、それでも1ヶ月経ってないんで、ありがとうございます。あ、フレンド戻してください、ありがとうございましたありがとうございました、必要なかったぐらいです、はい、ありがとうございました、本当にちょっと嬉しいな、はい、もう今日はこの辺で終わります、はい、本当に今日はこの辺で終了したいと思います、いい戦いを見ていただいて本当にありがとうございました、まあ、今後も頑張りますのでよろしくお願いいたします、はい、あ、ヘイストアン、ギャロがやりましたね、あ、ヘイストアンは出すところでした、ありがとうございます、皆さんのアドバイスありがとうございます、はい、頑張りましたぞ、では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 、また次回お会いしましょう、皆さん本当におやすみなさい、ありがとうございました。